はい、どうも、ショイ TV でーす。ですはい、お願いしま す。ようやくね、このグローブ紹介できます。知らないんだけど、これ、良平さん見せてないんですよ。とある草野球人から譲り受けたグローブなんですよ、はいはい、もう2、3年前かな、まあ、あの大阪の人なんですよ。で、大阪に僕と、あの今向こうズ GM やってる平谷さん、はい、そして愛知豊橋の方で活動してるアメージング主査っているんですよ、うん、その3人で僕の誕生日周辺の8月の夏休みに大阪に行ったんですよね、はい、ユニバ行ったり遊んだりしたんですけど、はい、その時にバス線行きたくねってなって、そしたらでこう YouTube かなんかでこれ告知してたら、駅まで迎え行くよ、一緒に行きましょうって言ってくれる人がいたんですよ。その人がこの3人とも乗せて、ザゴリっていう光明池のバッティングセンターっていうところに連れてくれたんですよね。でそこって何が有名かっていうと、多分両平知ってる、守備ができるバス線、大阪にもあるんですよ。一応こう芝なんで、芝芝っていうんですか、グリーンなんていうの、人工芝みたいな、うん、そこに連れてくれました。ほうほうほう、はい、でそこの時に知り合ってから、その翌年もまた大阪に行った時もまた会ってくれて、はい、スポーツ桜井かな、取材に大井くんと平谷さんと行った時に、はい、あとベイちゃんつかさか行った時に来てくれて、会いに来てくれて、うん、っていう優作さんっていう方がいるんですよ、はい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 、その方が野球ちょっと引退するということで、このグローブ翔平くんに使ってほしいと、うんうん、いうことで、感動話じゃないですか。結構感動ですよ。結構俺はもうあの大阪行くってあったり、ちょっと優作さんに連絡したりとかして、はいはいはい、会いましょうって言ったり、誕生日とかもあの、ね、連絡くれるんですよ、おめでとうって、うん、はい、なんですごい慕ってるお兄さんなんですよ、はい、でその人から受け取ったっていうグローブなんですけど、これ見たら分かる、ナイキ、これナイキですよね。そう、まさかのナイキの、羨ましいね、ナイキのグローブは。ナイキのグローブなんですよ。ちょっと開けていいですか。でも見せてください、早くこのグローブが、はい、こちら、はい、うわ、ナイキのファーストミットです。はい、こちらナイキのファーストミットをいただいちゃいまして、はい、これね、いいのよ、もう何でも取れます。あ、もう柔らかくなってる、もう超何でも取れる、はい、で、これで、これでもう感動なのが、3年前に大阪行った時に、その光明駅のバッティングセンターになんか練習場があるんですよ、うん、そこでキャッチボールしたんですよね、はい、その時に俺の球をガンガン取ってくれてた時のファーストミットなんですよ。行こう、これを使ってます。しかも翔平すごい若いです、細いです若い細いです、はい、見てほしい。翔平さんどうですかこれ。いやもうまず見た目がかっこいい、まずかっこいい、ちょっとはい、どうぞ、失礼します。あ、でも柔らかいけど安定の硬さは残ってるんですね。そう、欲しい。なんかナイキってジャストドゥイットってよく T シャツとかも書いてあるじゃないですか、ミットにも書いてあるんですよ。あら、いや、こういったところにちゃんと、まあ、刻印じゃないですけどされてて、グローブの内側もめちゃくちゃおしゃれだなってで、型はもう本当に型ができてるんで、しっかりと、うん、めちゃくちゃ深い、まあ、ポケットですよね。ザ・ファーストミットって言ったような、いやー、革もしっとりしてて、いや、めちゃくちゃ、さすがナイキのグローブだなって言ったような感じですね。いや、もうありがたいっすね、本当に、うん、本当にありがたい。この中にさ、とあるものが入ってんのよ。え、なんすか、見ます、バン、これです、ソフトボール、ボールも入ってました。なんで俺ちょっと感動したかっていうと、はい、優作さんが使ってたっていうなんか証拠、証というか証拠が残るじゃないですか、はい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 、これでこうやって片付けをして、こう潰れないようにしたんだなっていう、うん、そうですね、しっかりとポケット残ってますよね。そうで、送る時もさ、ボールちょっと使いたいからってこう抜くこともたまにあるかもしれないけど、うん、そこをもう入れといてくれてることがちょっと嬉しかった、はいはいはい、マジでこうやってもしっかりと入って、そうなんで、その大阪からねこっちにこう運ぶ時に潰れないようにってことでボールも挟んでくれてて、そういう心がすごい俺感じるんで、うん、マジでありがたい。保管状態もめちゃくちゃいいですね。いや、ほんとよ、うん、だから黒い汚れ、黒いべったりとした汚れなんか一切ないグローブなんで、うん、マジ綺麗です。かなり届いてて、すごい。でもナイキのグローブ自体が結構前ですからね、うんうん、あったのが、それなのにめちゃくちゃ状態がいいんです。いい、どうですかこれ、素晴らしすぎる、本当に、はい、ちょっとこれでキャッチボールしていこうかなと思って、はい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 、いいですか、
行きますじゃあやりましょう。はい、どうすか。 OK、 もちもち、いいね、音いいね。いや、ここだからしようね。見えない、全然見えない、ボールが。このミットに目がけて優作さんにスライダーとか投げまくったのよ。こうなっていくのか、読みとかね。わかりました、よっしゃ、曲げるか。いや、曲げるから、曲げられてた。まっすぐ投げつつスライダー投げてっつって。いや、嬉しいよ、嬉しい。なんか黄色いグローブって翔平さんイメージないですよね。でも俺高校時代黄色。あ、そっか、 SSK か、うん、確かに。でもそれっきりじゃないですか。おいよ、おお。はい、というわけで今回はこちらの優作さんからいただいたこのファーストミットのグローブを紹介しました。はい、これマジで優作さんにすごいお世話になってるんで、これ今後ファーストをやるときに使いたいと思います。はいはいはい、しっかりこう入れて保管しておきますんで、はい、野球やるときになったらこちらを使ってファースト入れますんで、はい、はい、お願いします。この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではお願いします。よいしょ、プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうっていうことで。はい、もうあげちゃいます。まあ、まずは本田さん、おめでとうございます。おめでとうございます、2000人もとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります、うん、別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、で、また1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.